こんにちは。今日はこのタンクの機体で行ってみたいと思います。そしてもしかすると気づく人がいるかもしれませんけど、色をちょっと変えてみました。特にこの武器の色、青色をちょっと入れてみました。これでね、ミニオンズ感が出たんじゃないかなと思ってます。地中探査進路3やっていきます。そんな未知の領域に放り込むのはやめてくれ。ホルターはまるでコーラの集積地点を把握しているかのようです。あの核心は一体どこから。ホルターちょっと謎すぎてついていくのが不安だ。メインシステム戦闘モード起動。キリンタンク発進。ミッション開始だ。中央の巨大航路を破壊し、障壁を解除しろ。レーヴ、まずは内部の侵入を目指しましょう。おお、タンク早いな、さすが。あ、落下すればレーザー障壁の餌食です。レーザーは危険位置の侵入を検出、強襲を発進。うわ、ちょっと、なんだ。うわぁ、撃墜されないよう注意を。どこ行ったらいいんやろ。危険因子か。侵入者から格上げになったようだな。そんなことを喜んでる場合じゃない。うわ、待って。この進路には私たちが一番乗りのようですね。え、どうすんの。外周に沿って進め。あ、敵いてる。うわ、強いよ。危なかった。上行こう。タンクちょっと浮き上がる速度が遅い。うわ、強いじゃないか。倒していく。あっちか。うわ、またなんかいってんだ。あ、ちっちゃいやつがいい。あっちでかいやつがいるな。だが、うわ、危ないやつだな。あー、こいつか、強かったやつなんか。だが、このランス倒していく。よし、変圧チャンパー破壊。変圧チャンパー、それを壊せば出力超過による炉心爆発を引き起こせる。変圧チャンパーっていうのをキリンは今までの人生で見たことないから、どういうものなのかわからない。みんなは見たことあるのか。キリンはないんだ。あいつやばいな。だが俺のラストシーン、あった。どこである。
あ、ここか。お、怪しすぎる。うわ、敵いっぱいいる。応戦してますけど、応戦してますが、何か。ほらやっていく。変圧ジャンパーこっち。どこだ、こっちか。おっと、え、目標を破壊しろ。あ、あれか。ほら、さようなら。どこ？上か。上行ったらいいか。早く、早く。あれ？え？うわ、なんだ？え？なんだこいつら。ナヌ。さあ。いや、そう言われても。待ってくれ。負けそうだ。え？回復しすぎじゃないか、こいつ。食らっていく。だんだんがな。うわあ、ブレード食らっていく。残り 30%。 いや、つらい。負ける。何が何だか分からん。槍を当てていく。おい、ちょっと、え、倒したんじゃない、まだか。倒した、倒していく。やったか。どこ行ったらいい。核兵器の解除。え、どこ。あ、これ。早く。え、遅いぞ。開いていく。で、こっちか。やばい、時間なくない？集中を切らすなよ。時間ない。レブ、入り口から離れてください。時間ない。爆発するぞ、衝撃に備えろ。変わった。ちょっと傾いてるけど、ミニオンズの勝利だ。信用していいのか。指定旅行はどうだい、ウォルター。強制執行システムが完全停止した。621の道連れを狙ったようだが、あいつは生き延びている。なるほど。惑星封鎖にも風穴が開きそうだね。企業の方はどうだい。未踏領域を前にアーキバスから待てがかかっている。いよいよ近づいてきたからね。みんな揃って仲良くゴールとはいかないだろうさ。連中としてはここでベイラムを消しておきたいのだろう。どう転んでもアーキバスの勝利は揺るがなそうだが。短期的にはそうだ。だが俺は最終的には621がキーになると見ている。だからこそ受ける仕事はあいつ自身が選ぶべきだ。友人たちの意に沿わない結果になってもかい。友人か。それならあいつにもできたのかもしれん。おい、友人って誰だよ。怪しいぞ。ウォルターと友人怪しいぞ。
存在してるのかどうかも怪しいってやや言ってたし。レイブン、アーキバスからの指令に加えてルビコン解放戦線からも依頼が届いています。差出人はミドルフラットメル。解放戦線の実質的指導者があなたに会いたいそうです。あ、次のミッションは選択ミッション、どちらか一つみたいですね。レッドガン部隊迎撃、レッドガン総長ミシガンの撃破、それかベスパー、ベスパーの方を倒すっていうことはアーキバスと敵対するということか。やっぱりね、レッドガンのミシガン隊長、ああいう隊長は結構好きなんで、ガンズ13としては裏切れないということで、アーキバスを倒しに行こうと思います。で、装備なんですけど、右手はこのショットガン、なんかこれすごい強いらしいんですよね。前使ったかどうか覚えてないんですけど、もうこれを使ってみようかな。もう一つ、なんとチェーンソーが手に入りました。これでね、ぶった切ってやろうかなと。まあ、あとはグレネードキャノンと8分裂ミサイルっていう。ミッションはレッドガン部隊迎撃じゃなくて、ベスパー部隊伏撃、伏撃だから奇襲かなんかすんのかな。ベスパー第5隊長ホーキンスおよび第8隊長ピーター排除。ルビコン解放戦線司令、ミドルフラットウェルからの依頼です。独立傭兵レイブン、早速だが仕事の説明をさせてもらう。企業勢力の筆頭アーキバスは封鎖機構の技術を取り込み優位にあるとはいえ、終わらない勢力争いに消耗し、実態は疲弊している。今こそ奴らの重要戦力を削ぐ好機だ。目標はベスパー部隊、番号付き2名の排除、これに協力してもらいたい。対象は秘書部門の責任者ベスパー5ホーキンス、そしてその補佐官ベスパー8ペイターだ。真の2の探査任務についている奴らを情報工作により呼び寄せ、これを奇襲する。本作戦では良機として私がお前につこう。歴戦の勇士と共に戦える好機でもある。独立よ、何言ってんだお前。いよいよ返事を期待している。何が歴戦の勇士だ、それは6D1 私のことだ。俺がお前を測るんだよ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。お前か。お前かは。戦線司令。ミドルフラットウェルとの共同作戦です。クルゾ、レイブン。仕掛けるタイミングはお前に任せる。お前、ずるいぞお前。責任取れよお前。第二隊長閣下から緊急招集とは何事でしょうか。スメイルにはよくあることだよ、セイター君。人を呼びつけるのが好きなんだろうね。第五隊長殿、聞かれでもしたら面倒です。間違えて撃った。敵中、AC が2機です。不平か。ほら、チェーンソー当てに行く。なるほど、理解したよ、セイター君。あ、ダメだ。チェーンソーを使いづらいかもしれない。あー、どう考えてもブレードの方が強い。あー、やるじゃねえかお前。
食らっていく。強い、倒していく。もう一体どこ、お前か。チェーソー、チェーソー行くぞ、チェーソー。まあな、もうちょっと、もうちょっと、え？どっか行った。何が歴戦の勇士だお前、いい加減にしろ。どこが歴戦の勇士だ。まずい、かわされて、あーまずい。お前ずるいぞ。ダメだ、勝てる気がしない。当てていく、やったぜ。昇進したのか、残念だったな。ミニオンズの勝利だ。依頼が来ていたレッドガン迎撃作戦だが、ベスパー第4隊長ラスティが成功させたようだ。やるな、さすが。ミシガンは死んだ。え、嘘やろ。選ばなかったのにやられた。レイブ、私たちは争いの火種でしかありえないのでしょうか。ガンズ13としてはレッドガンの総長が死んでしまったんで、代わりにはガンズファーストになったっていうことでいいのかな。621がガンズファーストになったってということで、今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。